オールド・オーチャード・ビーチ駅はアメリカ合衆国メイン州オールド・オーチャード・ビーチファーストストリート11にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているオールド・オーチャード・ビーチ駅はビーチから約91メートル以内に位置する町の商工会議所の観光案内所に隣接する5月から10月まで営業する季節停車駅である駅は 屋根付き待合所とコンクリートプラットフォームで構成されている。列車の支援団体のトレインライダーズノースイーストのボランティアが列車、駅、沿線の町についての有益なアドバイスをしてダウンイースター号の乗客を支援するホストプログラムを行っている。ボストンメイン鉄道は1960年代まではニューイングランド一帯で広く営業をしていた鉄道だった。 1983年にギルフォード鉄道システムが購入し、パンナム鉄道に引き継がれている。それらの鉄道の一つが、オールドオーチャードビーチを通るダウンイースター号の路線である。アムトラックの停車する列車は、下記の通り、ありがとうございます。